はい、どうも。はじまです。最近スカイピースネタパクリすぎじゃねってことと、あと髪切りました。あ、で、髪切りましたって動画報告はね、後で作るんですけど、最近スカイピースネタパクリでしょっていうね。で、まあ、ちょっと今消しちゃったな。もう、ほんと頭来たから。まあ、頭来てないけど、いや、なんかほんとネタなくなってきたんだな、スカイピースって言って。ネタパクリなんですよ。何がパクリかって簡単に言ったら、最近の動画の一覧でどれがパクリでどれがパクリではないかっていうと、うわ、くそ、うぜえ。うわ、スカイピースが俺が、エラーが発生してるよ。スカイピースが俺のこと嫌ってんだ。で、デリバリーピザ1万円企画ってあるじゃないですか。これね。まずこのピザ1万円っていうのは、あれですよ。ヒカルさんのデリバリー1万円とか10万円使う企画の劣化版ですよ。で、もう一つ、マリオルイで夜のオーストラリア徘徊。まあこれはその YouTube サミットみたいなのが起きた時にやるっていう。で、それで徘徊っていうのでやってるんでしょうね。で、マリオルイジがピザを受け取った結果って、つまんな。で、録音した声だけで、ピザを注文する。これ、メグウィンさんのパクリですよね。はい。で、抜き打ち検査履歴チェック。ああ。何してんだよ、こいつら。まあ、いろいろね。やばいね。スカイピースってなんかダメだね。もう本当にスカイピースってつまんないんだね。絶対俺の動画の方が面白いでしょ。なあ。絶対俺の動画の方が面白いじゃん、そんなの。なんなん？ガチで。ああ、でもいろいろパクってんすよね。でも、オタク VS パリピでガチラップしてみたっていうのはすごいいいと思いますよ。で、ミスドで1万円使い切るまで帰れません。まあ、1万円、1万円。歌、歌。でも一応この1万円使い切るまで元祖はスカイピースなんですけどね。まあ、しょうもない企画。ですね。はい。しょうもない。でも本当にね、もう味がなくなったガムのようにまだくちゃくちゃ食う。スカイピース。キモいなーって思いました。絶対俺の動画の方が面白い。お前らが面白くないって言っても、俺は面白いもの作ってんだよ。っていう、そのね、言い訳かよって思ってるんだけど、やっぱ俺ね、自分の中でスカイピースより面白い動画作ってるつもりだし、でもやっぱ人をけなすようになっちゃダメだなっていうのはわかるけど、でもやっぱりその、なんかダメだよなーって思って。あ、でもあれ、架空請求業者のやつ消してんじゃん、こいつら。あ、架空請求業者の消してる。まあ一番再生回数高かったからね。あ、でもすごくね？ 1 万円企画も何本目だ？ 9 本目の動画でもうバズってんだね。あ、でも広告でよくはこれか。4本目でバズってんじゃん。でも意外にさ、やっぱスカイピースも意外に最初はね、面白いやつやってんだね。あ、結成1ヶ月で5万人いったんだ。早っ。でも俺、普通にさ、面白くね？スカイピースの最初って深いいい動画あるじゃん。
このまあセロハンテープガン巻き、これ違う、鼻、実際胡椒は鼻に入れてもムズムズするのか、こんなまあまあ過激なこともしてるし、いい動画出してんのにな。やっぱ YouTuber はね、最初楽しむっていうのが、いやー面白いんだけどな、普通に最初面白かったんだよな。なんで面白くなくなっちゃうんだろう、人気にっていうとね、やっぱ尖った企画をするとね、お前らが怒るからなんだよ。まあお前らっていうのはね、なんだっけ、マイノリティ、まあいい、ノイジーだっけ、なんかあのジーノイジギーじゃねえ、ジーだよ。マジで寝てやるのやりづらい。で普通にね、あの座るとこうなるんですよ。こうなるとね、今度キーボード買おう。ノイジーノイジーマイノリティですね。声、声高な少数派、声だけでかい少数派、サイレントマジョリティの対義語だと思われがちであるが、サイレントマジョリティってなんだ、違うか、マイノリティ、声なき大衆、物言わぬ多数派、静かな多数派という、サイレントマジョリティ、マジョリティ、サイレントマジョリティ、でででででで、グレートサイレントマジョリティ、ベトナム戦争、ニクソン大統領の発言で、アメリカのニクソン大統領が1969年11月3日の演説でグレートサイレントマジョリティとこの言葉を用いた。当時ベトナム戦争に反対する一部の学生などにより反戦運動が行われており、メディアなどから注目を受けていた。しかしニクソンは、そういった運動や声高な発言をしない大多数のアメリカ国民の大多数は、ベトナム戦争に決して反対しないという意味でこの言葉を使った。論理的に言って反戦運動を行うことがすなわち戦争を維持することを意味するわけではない、誤称を承知の上、なあ誤解なあ、ここマジさ、もう分かりづらい感じつかんじゃねえよなあ、小卒の俺によ分かんねえんだよそんな感じよ、ね、これ、誤謬を承知の上、で意義なき同意とみなすと、なんだこれ、意義なき、同意と見出すとを詭弁として用いた論理である。当時兵役を回避しながら親からもらったお金で大学などに行きつつ反戦運動する学生などに対して、アメリカ国内で高学歴な富裕層な穏便な中流層から保守的な低所得者の労働者たちまで広範囲な層が反感を強めていた。難しい。声なき声が聞こえると。まあ、あれですよね。ノイジーマイノリティってやつですよ。何の話してたんだっけ、ごめんなさい。ノイジーマイノリティっていうのはどういう意味かはちょっと分かんなくなったんですけど。だから、俺が今度、やっぱりずっと面白いことをやっていきたいっていうのが目標であって、僕は YouTube で人気になるんですよ。でも人気になる。でも、ただ人気になるだけじゃダメだと。どんな全てを笑いに変えていこうと、全てをネタにするんではなく笑いに変えていこうっていうのが僕の目標であって、まあ、スカイピースさんは今やっぱ昔はそこそこ面白いで普通にいい企画だと思うんですよ、企画としては。そういうことがねずっと、だから
こんな感じ。